はいどうもはい、楽しみしごはの時間ですよ、今日はね。お久しぶりでございます。はい、大豚肉、大豚肉ドーンドンでございます。大豚肉をドーンとやったドンでございます。どうでしょうか、大豚肉ドーンとやっております。これはもう、ほら、ほら、油も浮いた、ちゃーちゃーだだ、いいですか、もういいですか、こんなもんでいいですか。ありがとうございます。里芋も半端じゃない量、昆布も半端じゃない量、ネギはまあまあ、正直食べきれるか分かんない、食べきれるか分かんないです。本日こちらからいきます。鬼レモンからいきます。大好きです、鬼レモン大好きです。はい、乾杯乾杯乾杯、いただきます。最高だよ。昆布もごっつくいってます。ああいいね、昆布からいただきます。見る、昆布だけ見る。はい、終わり。ああ、うん、ねっとり、ねっとり、いやー美味しいで、最高だこれ。よく頑張ってくれた。ご飯を食べたい、ご飯食べたい、もう全然いけない。ネギいきます。ネギ見る、はい、おい、うん、よし、ネギの旨味、ネギの甘み、最高だね。里芋いこうか、切ってご飯食べれない、あ、ご飯食べれないです。うん、こちらもホクホク、ねっとり、はい、あー美味しいね。あ、美味しい、つかめないね、つかめないね。うん、素晴らしいよ。里芋も、おーし、ご飯がちょっとだけ見えたぞ。もちきびご飯、もち米入り、ちょっとだけ見る、はい、終わり。あ、最高。あー、美味しいね。炊きたてご飯はやっぱ美味しいな。里芋もね、最初から分かったんだよ、多すぎるかなって思ってたの。でも我慢、寝れなかった、我慢というか、例えば三無地だけ、三里芋だけ、あー綺麗、美味しい、炊いて残り残してどうすんのって話になりますから。箱もが少ないです、うん、ごめんよ。さあ、いよいよ豚いきます。あら柔らかい、あら柔らかい、これもう柔らかい、ほらほら、ほら柔らかいよ、はい、豚ですよ。
構。柔らかい。うん。うん、米とも合う。当たり前だけど、ああそこの方の米は熱いんだ。あ、これ硬いぞ、ちょっと。もうちょっと硬いぞ。おちょっと硬いぞ、これ。まだか？まだなのか？炊き直しか、おい。硬いぞ、こりゃ。この子は炊き直しか、この子だけ。この子だけそういうことある？あるのかな？あ、この子だけちょっと取っといて、炊き直したな。他のは大丈夫だ、絶対。うん、なんでこの子だけそうなった？そういうことがあるんだよね。出てた今の、これで出てダメなもんだって。絶対これダメ。まだ硬い。ああ。同じようにして抱いたのに。ごめんなさい。音鳴っちゃいました。しかし、すさまじく美味しいな。今日のこれやばいな。もうこれ一切れ食べたら、次からわさびいきますよ。豚肉って素晴らしい。どんぐらい。こうやってエキスがご飯にいってるのもまた美味しいし。多すぎるから、これごっついからね、これ。でっかくやりましたからね、これ僕が。やっぱり昆布欲しいな。どうせやるなと思って、またちっちゃくやるんじゃなくて、一枚こうやってやって、なんつって、太め太めで、いいです。はい、乾杯乾杯乾杯。
怒るとこれは。キューパーとキューパーだ。鬼と鬼でギガとギガだこれ。はあ、こっちか。素晴らしいです。わさび。ちょっとごめんね。まあ、からしがいい。からしがいいなって、あんま思ってたね。島で食べた時こんな感じのやつを。さあ、もちろんあんまがつくですね。かなわないですけど。こういう感じのやつを食べてる時あんまは。わなからしみたいな話したね。からしがいい、私はからしがいいなみたいな話をしたね。この里芋にもからしです。あ、そうそう、これは柔らかい、柔らかいっていうか煮えてるよ。里芋にもわさびでいきます。うん、よし、フレード最高。あー、いいね。それで一気にこんなにたくさん里芋を食べる人も、まあ、食べる機会もないでしょうけども、ぜひやっていただきたい。この里芋をね、この無地には昆布、ネギ、豚肉の味がいって、豚肉には昆布にまずそうやって行ったり来たりして、大きくね、あー、きくね、非常に美味しくなってるんだよこれ。うん、この昆布はもちろん昆布を食べたいっていうのもあるけども、昆布を入れるか入れないかでよって、こっちの肉の味も全然変わってくるからね。それ一つで、この昆布一個で全然違いますから。やわらかい、うん、うん、あー、バーガーみたいにおいしい、これすごいわ。ほんと久しぶりに作ったな。ねえ、この豚肉、ドーンとドーンね、里芋と昆布と煮たやつは久しぶりですよ。ちょっとわさびのっけたの見ます？あー、柔らかい柔らかい、うん、こうなってます。わかりづらいけどこう。僕はわさびが好き、わさびとが好き。お前も美味しい。うん、そして何回も言うけど、このもちきびご飯が好き。もち米入り大好き。ああ、酸っぱい、酸っぱい、
酸っぱい酸っぱい。あれ硬いのどれだっけ、こっちか、こっち、あれこっちもか、こっちも怪しいな。この2つはスライドだな。あ、こっちは大丈夫だ。この2つはスライドだ。この2つはスライドになります。人に食べさせるわけじゃなくて自分で食べるわけですから、スライドになっても大丈夫です、問題ありません。なんでこうなるんだろう。まあね、鍋がちっちゃくてっていうのが原因でしょうね。ここに入れすぎてたんですよ、僕が。考えもせずに考えたんだけどな。里芋どう、避けなくていいか、このまま中にいてもらうか。で最後までちょっとこれだけ残しといて、でスライドします。もちろんスライドした方のご飯も動画にしますよ、もちろん。そうです。よっぽどの時に我慢できなかったりした時にスライドしないで、その後の撮り終わった後とか、その後日とかのつまみとかで、お酒のね、アルコールの食べちゃうこともさ、確かにありますけど、ゼロとは言わない。確かにあるけれども、基本的には僕は食事の、自分が食べてるご飯の8割から9割じゃない、9割以上だな。10食食べたら9食は動画撮ってます。10食べたら9ね。20食べたら18してます。17の時もあるかな。そのぐらいでやってますんで、ほぼ全ての食事は後悔しております。うん、うん、おー、わさび、わさび最高。さあ、ご飯をどうやって、いろんな子たちがいるからな、まだこの中に。そして里芋残しつつ、はあ、
さすがわさび。さすがわさび。本当にまだ、うん、嘘つかないです。嘘はつかないです。本当です。ぶっとくやりすぎた。ぶっとくやりすぎました。今コメント飲ませて。大満足。豚肉ドーンとの丼、今日もとても美味しかったです。
ごちそうさまでした。こっちはスライド。はい。また明日。はい、頑張っちゃうと。